レツテン。はい、ZXR250、キャブ4回目かな、整理しました。油面を 13mm、規定のジャストに戻しました。さあこれでエンジンのかかりもいいです。さあちゃんと吹けるようになったんでしょうか。今のところ調子いいです。生まれ変わったような気がする。要は症状としてはガバッて開けた時にガソリンがついてこないっていう症状があったんですよね。油面を極、まあ、2ミリ下げたことによってじゃないかと目算しております。なので油面を、元々の推奨の13に戻したんですよね。あのフロートバルブも新品にしてる部分で、まあ、そこでピチャッとちゃんと仕事をしてくれてたらそこまで油面を下げなくてもいいんじゃないか、オーバーフローも止まってるしっていうことでやりました。もうこれでダメならまた違う理由になるんでまたやり直しなんですが、まあ要はボボボボボボってならんかったらいいんですけどね。うん、まあ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 ですね。いきますよ。あー微妙。微妙やな。全然あかんやん。ダメっすね。全然とは言わんが、これやったら前の方が良かった。うわ全然やん。全然ダメっす。マジで。うわダメです。全然吹けないっす。なんで調子悪なってる。これやったら前の方が良かった。もしかしたらどっかオーバーフローしてる可能性。明らかはこっちの方が調子良さそう。だからやっぱうん、今エアクリーナーボックス外したんですけどこっちの方が調子良さそうですね。さっきよりマシやけどでも全然良くないですね。そうやね、ちょっとマシになってるね。ちょっとマシになった。3 4 5、あ、まあまあいいやん。エアクリーナーボックスなかった調子、まあまずまずの調子になりました。1 2 3、いい感じ。4、あー4で、4で調子悪い。4で調子悪いっす。ちょっともたつきしますね。もたつきますね。でも前ガソリン漏れてたのは僕のコックの締め忘れですからね。どうなんでしょうか。高回転の時にちょっともたつく。
難しいなぁ、セッティングって。まあ今まで見てもらったのは、何日か前の動画になります。で、今日まあこの後見てもらうんですけども、まあ、結局あのキャブがバリオスのちゃうかって話になってまして、いくらメインジェットを ZXR 用にちゃんと合わせてフロートバルーンも ZXR に新品にしたとしても、バリオスのやつなんで、もしかしたらこのニードルとかもですね、バリオスと ZXR と違うんじゃないかっていう。そう。だから、このまま進めていくとですね、やっぱり、ZXR が欲しい、まあ、燃料の形態と、バリオスと微妙な差があるっていうことで、まあだから結局、ちょっと調子が良くなってた、油面をもっと下げて、要は薄い状態にしてあげた方が調子良かったので、あからさまにスポンジを取ってね、前回ね。なので、この後の動画でもう一度油面の方を攻めてですね、ギリギリまで攻めて、スポンジはちゃんとつけた状態で、干潮になるように作業してみたいと思います。カッサンチャンネル。ZX25R ですね。今日5回目ぐらいですかね、キャブやりました。前回、15ミリの油面から13ミリに、油面を高くしてですね、要はかぶったと、濃くなりすぎたということで、もう一度ですね15に戻しました。はい、15っていうのは一応適正標準13のプラスマイナス2っていうことなんで、一応基準値内の15っていう範囲なんですね。なので油面が低すぎるということはありません。はい、でこの設定が結構当たってたんですね。なのでこの設定に戻しております。ただその設定でしっかり出てたかと言われればですね、しっかり出てない部分もあったんですね。ほんで、まあ、今回やりたいことといえば、あれ、今ね、ガソリンのコックを変えたらエンジンかかりました。ガソリンが置いてなかったみたいですね。今これは普通に自然に落下してるんで、じゃあちょっとテスト。なんだっけ、フィルターというかですね、エアフィルターを入れてるのに、はい、普通に走ってます。やっぱこれやな、やっぱ油面を下げれた方がバッチリですね。これやな、どこでアクセルひねってもまあまあ普通に走りますからね。やっぱ15やな、15っすわ。ただメインが13ですが、まあ、いろんな諸事情でっていうことで15、でまあ虹エアを吸わないようにちょっと気をつけたとことかもあって、前まで止まってなかったボルトとかあったんですよ。多分そこからも空気吸ってたはずなんで、そこ閉じたりとかもして、あとスポンジちょっときれいにしたりとか。だからちょっと説明すると、フロートのこの油面を調整するその板ってこうなってるんですけど、僕ねもともとこういう風にしてたんですよ。これが水平やったとしたらこうね。それをまあ、フロートバルブも新品になったから、この調整もまあだいたいまっすぐでいいかなと思ってまっすぐにしたんですね。僕今回こっからこのぐらい変えてますから。でもともとこの辺で調子良かったのも知ってたんで、そう自信を持ってこっちにしたというか。いいですね。ちょっと怪しい部分もありますけど、まあまあギリギリなんとか言ってますね。これが空気が多いのか少ないのかだけ知りたいですけどね、バランスがね。でもこうラフにこうアクセル開けていっても割と普通に走るんで、
これはほんま助かる。セット出たかもしれませんね。 100% 出てるかは分かんないですけど、普通の街乗りレベルでは出てますね。はい、見ました。これをボルトを吸湿しながら、あ、これは汚いな、めちゃくちゃ汚いな。エンジンオイルは本当は SAE の 10W40 で、まあ今回フィルター外さないんで 2.1 なんですよ。ですが私の持ってるエンジンオイルは 10W30 なんですね。まあでも汚いオイル入れてるよりはマシだろうということで、まあまあちょっと柔らかいですけど、こっちに帰ってみたいと思います。が来てくれたの手伝ってもらってます。ここにもゴミあんねんけど大丈夫な、まあいいか、はい、多少。こんなんなんの、いけてる、いけてますね。このうわ、なんかここになんかあるで、2.1 っていうのは厄介よね。普通に店で買ったらさ、3本買わなあかんやね。まあもうちょっと入れてもいいですね。あ、もうちょっと入れて、まあ確かに今ちょっと俺あのあれしたから、もうちょっと、じゃあちょうどよかったんかな。言ってない、一番最初の 13mm と 15mm の間、 13. 点何ぼもしくは14ぐらい。問題はね、そうやな、 1,2,3,4 って言って、で4そんなに回転ちょっと落ち着いてもボボボボボって言わずに、それなりにこうギューンとこういければ正解。でもアクセルの付きはいいかな。あとパワーもすごいある。あ、来たかも。明らかにパワー違う。パワー上がりました。なんか適切に来てるって感じする。やば、あのワイズのね、ワイズカフェの店長が言ってたんですよ。これ薄いからこうパワーがガーって音だけ鳴って前に進まへんねやって、それ薄いからやって言ってたのが、今体感としてドーンって今来てます。うわ、全然ちゃう。これや、これや、来た。んで一回落ちても、あーでもちょっと、一回ね、あの4まで行くじゃないですか。そ、4までめっちゃいいんですよ。今までで一番いい、パワーもあるし。ただ4で一回回転落ち着いちゃって、なんかこうちょっとアクセルを入れると惰性でついてこないみたいな。この辺めっちゃいい、この辺すごい、うん、4気筒って感じする。で3までも大丈夫ですよ。 3でも どこの領域でも食って入れたら、ほら全然アクセルついてくる。問題4なんですよね。まあいいか、そんなん別に。とりあえずまああの 100% できてる、できてないのはまあ分かったんですが、とにかく現象として、まあ皆さんにね現状を伝えたいので、なんかとりあえず 1,2,3,4 って行く分にはなんていうかな、行ってた、別にそんな悪くないというか加速してたんで、それが 1,2,3,4,5 ってちゃんとこう加速型でこうしていけば、ちゃんといけるかどうかっていうのは確認しておきたいんですよね。なので
ちょっとそのテストだけを最後にやります。たまたまそのゆっくりやったらダメなんか、そうそう、それが分かんないですよね。でエンジンかかりにくいでしょ、ほんとこれ。アクセルをコンって入れな、かからないっていうのも、これもちょっとおかしいなと思うんですよね。2、3、4、4ダメだ。はい、スポンジ取りました。エンジンのかかりはどうでしょうか。よし、行ってみようか。とりあえずスポンジ抜きなんで空気は今のところ問題なし。でもさっきね、最初良くてちょっと回したら調子悪くなってとかってなってたんで、まさに優柔不断さの ZXR と同じ症状が出てたんで、今のところめっちゃいい感じですよ。今のところめっちゃいい感じ。前スポンジ外して一発目に感じた、なんだろう、高揚感と似たものを感じます。だから1回チャレンジと2回チャレンジ、2回しなダメですね。いけてるかどうか分かんないんで、うん、まず一発目チャレンジいきましょうか。でマクドまで行ってちょっと休憩して、でもう1回チャレンジいきます。いきます。1、2、3、4。ええやん。一番いいけど、ほんでアクセルを戻して回転数が落ちて高いギアだと、あ、でもちょっとマシかな、ほんのちょいマシってことは濃かったってことかな。手のかかるパヤで、ほんまに。だからもう